こんにちは、フェルナンドこと拓也です。よろしくお願いいたします。写真はすべて私が撮影したものです。南イタリアの旅を発信中です。ナポリに行くのにソレントから船でというアイデアは欠航により見事に打ち砕かれました。選択肢は電車か車かというところに絞られます。それではどうぞ。2月2日土曜日、ソレントの旧市街の朝です。今日はナポリまで船で行く予定なので、スーツケースは車に入れてリュックの身軽な格好にします。切符売り場まで来ました。ところがナポリ行きは結構、マルタ、ストロンボリに続いて3度目です。波が高いなんて言っていたけど本当かな。途方に暮れるとはこのことか。港からバスに乗り、ソレント駅で降ります。車にするか電車でナポリという手もあるよね。散々悩んだ挙句、車でナポリへ向かいます。途中道に迷いましたが、なんとかナポリの市街に入ってきました。路面電車が近代的でかっこいい。トロリーバス用の架線と思われるが、縦横無尽に張り巡らされている。なんとか街中に入ってきました。船で来るつもりだったので、宿は旧市街のど真ん中に予約している。車で宿を探すのは無理か。街中で駐車場を探すのは諦めた方がいい。ぐるぐる回って結局港に停めることにしました。ソレントから船で来たらここに着くはずです。おいおい、船が出ているじゃないですか。カプリ島行きだそうです。カプリは行けて、ソレントは波が高い。おかしいじゃないですか。これをイタリア語で喋れればすっきりするのでしょうが、喋れません。ソレントとナポリの位置関係です。車を止めて町の探索に出かけます。車を駐車できたらあとは問題ありません。この辺りサンタルチア地区です。世界遺産にナポリの歴史地区として登録されています。海側から見た王宮です。トンネルがサンタルチア地区を縦貫している。海からの坂を登るとヌオーボー城が右手に見えてくる。入り口にはアルフォンソの凱旋門がある。ヌオーボー城の内部に大きな仮面がある。何かの象徴であろうか。ヌオーボー城からほどなくのところに、特にこれといったこともない一般的な建物がある。ウンベルト一世のガレリアといってアーケードになっています。びっくりです。そのアーケードの南の門を出たところにサンカルロ劇場がある。イタリア三大歓喜場の一つだそうです。サンカルロ劇場からすぐにキアイア通りがあります。旧市街のメイン通りです。なんといっても重要なのはこの通りに宿があるということです。そしてプレビシート広場に出ます。半円形の中楼が美しい。プレビシート広場からウンベルト一世のガレリアのガラス屋根が見えます。見どころはこの辺にコンパクトにまとまっている。サンテルモ城が丘の上に望めます。そして王宮です。この通りがサンタルチア通りです。昔は海岸通りだったらしい。魚屋さん、商品展示台の小舟がかわいい。サンタルチア通りは海岸通りにぶつかります。すぐに卵城の入り口になります。12世紀にノルマン王によって建てられました。入場無料です。サンタルチア港と
ベス・ビオさんです。サンタ・ルチア港とナポリ市街です。カプリ島も見えます。卵城を後にします。トンネルのところに戻ります。先ほど来たウンベルト一世のガレリアです。西の門から入り、東の門に抜けます。そこにフニコラーレの乗り場があります。チェントーラーレ線です。トンネルを抜けるので景色はありません。フニコラーレのフーガ広場駅があるボメロの丘地区に行きました。サンテルモ城に向かいます。サンテルモ城の入り口です。城壁が巡らされています。広い城内です。展望台に近づきます。ヌオーボー城で見た仮面があります。素晴らしい眺望が広がります。先ほど歩いたサンタルチア地区です。王宮をアップしてみました。左にあるのがウンベルト一世のガレリアです。港も手に取るように見えます。ナポリ市街とヴェスビオさん方面です。スパッカナポリ方面です。こちら方面は行きません。メルジェリーナ方面です。手前の赤い建物がナポリらしい色合いです。帰りはフニコラーレのモンテサント線に乗ります。モンテサント広場駅に到着すると、そこは下町風情の街並みです。右手にスペイン地区を見ながら歩きます。迫力満点の住宅の密集さです。トレド通りに出ました。このまままっすぐに行くと王宮です。右がスペイン地区で、左がスパッカナポリ方面という位置関係です。このトレド通りを境に街の様子が右と左でガラリと変わります。ウンベルト一世のガレリア通りを過ぎます。何度も通りますが、ここが街の中心です。キアイア通りに入り、宿に向かいます。ここの2階にある B&B です。窓から通りが見渡せます。正面は王宮方面です。夕方7時、食事に出かけます。キアイア通りは人で賑わっています。キアイア通りを右に曲がり、裏道に入ります。宿で紹介してもらったレストランはこの辺りです。間口1軒あるかないかの小さなお店です。庶民の食堂といった面持ちでしょうか。まずワインをいただきます。シーフードのコースを頼みます。前菜ですが、これは量が多い。見た目も美味しそう。パスタというよりうどんの感じです。最後に魚の照り焼きです。もう満腹です。実はシーフードを食べているのは私だけ。ピザの方が有名なお店らしく、次から次にお客さんがピザを求めて来てました。やはりナポリといえばピザでしたかね。雨の中を宿に戻ります。ナポリの旅、いかがでしたか？次回は火山灰に埋もれたポンペイです。この旅行記は土日を除く平日の夜9時に更新しています。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。